なんだこの生命体は。超生命体、ヒュージゴマ。なかなかいかつい顔しております。はい、ということで本日はスマホ版ニャンコ大戦争、全60ステージからなる新ステージ。こちら、攻略していくぜ。大きく3つに分かれるヒュージゴマ教習。まずは警戒レベル1から20までと。お次、警戒レベル21から40まで。そしてラストが当然41から60まで、60が最高難易度となっております。ってことで今日はレベル20、40、60に挑戦。ちなみに20までの敵はこんな感じ。赤い敵と白い敵のみ。パーティーはこんな感じ。一応高レベル用に編成したのですが、まあさすがにレベル20。このままでも問題なく勝てると思うので挑戦。行くぜ、教習ヒュージゴマ。まあここやる前にすでにレベル59もクリアしてるのでね、きっとここは余裕。ボスのヒュージゴマはお城まで行かないと出てこないステージ。行け、万能妨害キャラ、クロノス。そろそろヒュージゴマでそうなので、ここで猫牧場ちゃんも生産。ダイヤ解析、最強の壁キャラ。さあ出てこいボス。出たーって言ってもレベル20のヒュージゴマなので、そこまでビビる必要はないかな。ルミナちゃんがパパッと倒してくれるでしょう。いやー、クロノスさんの妨害がめっちゃ効いてる効いてる。そしてルミナちゃんを一撃で撃破だぜー。余裕のヨッちゃん以下。どうでもいいけどヨッちゃん以下、うますぎ。惜しい、問題なくクリアできました。おお、経験値がっぽり。この新ステージ報酬結構良い感じ。それじゃあお次、レベル40、先ほどと敵の編成はガラッと変わり。黒とゾンビなのでまずはこちら、猫リベンジをパーティーに。たまにゾンビを吹っ飛ばす妨害効果ともちろん、ゾンビにとどめをさせるゾンビキラー持ち、ゾンビキラーで倒さないと復活して面倒だからな。もう一体こちら、最強ウルトラソウルズより唯一の対ゾンビキャラ、サルカニ。ゾンビの敵が多いステージでは、ほぼレギュラーで使ってきた一体。ってことでゾンビ対策をし、行くぜレベル40。あ、ちなみに黒い敵はもう、カサジゾウちゃんにお任せ予定。レベル55の主ニャンコカサジゾウ、この子一体で黒い敵対策は大丈夫でしょう。黒いワンコ、瞬殺。まずは1ページ目のキャラをどんどん生産生産。この辺で最強の妨害キャラ、ミサマさん出陣。おっと、前線のキャラが全部倒されちゃったが。大丈夫、ミサマさんがいれば。おし、お金貯まった。クロノスにミサマ、出ました、最強妨害コンビ。前にも言ったけど、マジでこのコンビ最強すぎておすすめ。かなりのステージ、この2体いればいけそうってレベル。さあ、ここでボス、レベル40十字5まで出ました。おお、ゴリラたちの推進力が予想以上。だけどしっかり止まった止まった。ダブル妨害、効果絶大。ふふ、十字5枚の大ダメージ要因、いけ、麦わら手さらん。敵一体に超絶大ダメージ。たまにクリティカルも、壁の後ろから攻撃できる長距離射程じゃないとね、十字5枚にすぐ倒されちゃうので。意外に遠くまで届く十字5枚の攻撃。さあ、麦ちゃん射程圏内、頼んだぞ。ここで後ろからスカちゃんも、正式名称はスカランバランス。スカちゃんは妨害、後半への敵の動きを止め、おまけに攻撃力も下げてくれるのだ。おし、こんだけ生産したらもう大丈夫なはずだぜ。レベル40でも結構強いなこいつ。でも多分だけど、あと少しで倒せそうな予感がしております。お、ヒュージゴマちゃん交代。おし、周りの敵がほぼいなくなったチャンス。麦ちゃんクリティカル炸裂。麦ちゃんの一撃で倒したー。惜しい、ちょっと時間かかったが作戦通り。ワルワガッツするゴリラちゃんたちを始末します。
しまいだイエス、十字ゴマ強襲レベル40クリア。いやー、マジでこの大量経験値は嬉しい。それじゃあラスト、最高難易度レベル60。ここでは取り巻きが天使とエイリアンに。ってことでちょっとだけメンバー変更。引き続き、ピカちゃんと麦ちゃんは入れて、もちろんミタマ&クロノスも。それでもレベル59、十字ゴマちゃん止めるのがかなりギリギリって感じだったので。もう一体妨害役、あたたたアシランも編成じゃ。これに加えエイリアン対策にはもちろん、対エイリアン最強の伝説キャラ、ルミナを編成。天使対策は引き続きカサジゾウちゃんと、壁でラーメン堂をセレクト。さすがに超高難易度レベルマックスなので、アイテムをいくつか使用で挑戦じゃ。まずは壁でちょうどいい感じに相手をストップ、お金をうまく貯めるとこから。相手の後ろに到達するとボスで敵ちゃうので、理想はその前に全キャラ生産すること。ちょっと慎重に行きたいので、一旦スピードアップはオフ。お金貯まった。まずはやっぱミタマさんだな。お次はピカちゃんを生産。クロノスは移動速度ちょい速いのでまだ。ボスが現れる前に、アシちゃんとクロノスまではせめて生産して迎えたいところ。ここでアシちゃん追加、残りクロノス出せば妨害キャラ4体の生産完了に。それにしてもやっぱネコルガ族の第3形態は迫力エグいなどいつも。さあ、そろそろボスさん出ちゃいそうだが。イエス、間に合ったぜクロノス。お、またお金貯まっていつでもルミナ、麦ちゃんもいけそうだな。ここで出たー。こちらもすかさずルミナ生産、取り巻きのエイリアンを素早く倒しお金貯めて。あとは麦ちゃんを出せば完璧、そしたらなんて歌に切り替えるぜ。さすがにマックスレベル60、取り巻きの敵も強いな結構。そろそろ麦ちゃん出したいが。お、ここでお金貯まった。麦ちゃん生産、超高速生産、ニャンピュータモン。さあ、あとはもう力比べ、どっちの軍団が強いか見守ろう。いやー、さすがに妨害キャラコンだけいると。ほぼ完璧に敵の動き封印状態、安定してる感じなので、ここでまたスピードアップオンに。エイリアン溜まってるが、ルミナがそろそろ再生産可能に。ルミナちゃんへ。いいねいいね、完全にこっちのペース。つく、どうだこの妨害スペシャルコンボ、全然前に進めないだろ十字ゴマちゃん。でもさすがに最高レベルの十字ゴマ、もうかなりダメージ入ってるはずだがしぶといな。まあ倒すのも時間の問題さ。ぬしにゃんこ頑張れー。さあ、とどめは誰が刺すかな。多分だけどルミナちゃんだー。おぉ、ようやく撃破。やったー。あとはお城を壊すだけおしまいだぜ。おぉ、報酬は豪華にレアチケット3枚。あれ、これは主にレアチケットで新たな伝説猫を引いてくださいってことかな。ってことで最後、持ってるレアチケット全部使って、久々戦国バサラーズ回すぜ。もちろんこのガチャの伝説キャラは未所持。さあ、ミラクル起きるか？はい、残りあと3枚。ふ、持っている男主、ここから見せます。はい、お次ラスト。いでよ、伝説猫。すいません、調子乗りました。じゃあまた次回お楽しみに。予想通り。
皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。